りになってしまったんですけど、なんで私なんだろうって思うこともあるんですけど、頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、もう一回皆さんの元気な声を聞かせてください。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。中学1年生になりました、12歳のミロです。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。このね、ステージ前にもね、たくさん物販にね、来てくださった人もいたんですけどね、このステージ後にもね、ぜひ物販がありますので、今言っときます、忘れたらあれなんでということでね、このステージ後にもぜひ私の物販に来てくださればなと思います。それでは最後のステージになりますが、皆さん楽しんでいきましょう。楽しんでいきますか。はい、ありがとうございます。それでは1曲目聴いてください。初恋サイダー。
とね、暑くなって喉もね、渇いてきたんで、ちょっと水分補給させてください。みんなも体力保存しててね。なんかさ、今さ、私と同じクラスの男子感を感じたんだけど。その男子の子も言ってたんだけど、いや、それ流行りなの？男子の中で。息はしなかった。一口だけ飲めました。はい、ということで、あるのかな、そんな流行が。私はしないけど。あの、したら危ないからね、みんなね、気をつけてください。それでは3曲目いきたいと思います。3曲目もね、すごい踊る曲なので頑張りたいと思います。それでは聴いてください。金曜日のおはよう。
あの夏に向けて長袖より半袖の方がいいです。お願いします。ということでですね、これからね夏に向かっていくのでね、もう夏なのか分かんないんですけど、最近もね梅雨にね向かっちゃってるんでね、雨がひどいんですけどね、皆さんの気持ちは晴れでね、すごい精一杯頑張ってもらえたらなって思います。私も気持ちは晴れで頑張ります。ということでですね、暑くなってきますので、私の衣装もだんだんね半袖が多くなってくるんじゃないかと思いますので、皆さんもね衣装めっちゃ持ってるなって思ってる人がたくさんだと思うんですけど、これからまた増えていくのでね、皆さんもねそのたんびに写真を撮って写真を上げてっていうのを繰り返してもらえたらなと思います。それでは告知をさせてください。明日は言っても大丈夫。はい、明日はですね5月3日なんですけど、明日はね野々あいみちゃん、私とねあいみひろでコラボ、アリスロコパでもねコラボしてたんですけど、そのあいみちゃんとね明日はうさぎりまでコラボをします。イエーイ。みーはね何回も行ったことがあるうさぎ島なんですけどね、あいちゃんはね初めてのうさぎ島ということでね、皆さんもねぜひ来てもらって一緒にね楽しんでもらえればなと思います。2人の写真もね撮れるのでぜひ来てください。そして5月4日はですね、ゆずぴんフェスが延期になっちゃったんですけどね、めちゃくちゃ写真が面白かったなと思ったんですけど、デカフェスがですねあります。イエーイ。私もねゆずぴんフェスがねなくなっててすごい悲しかったんですけど、デカフェスの時にうおーってなってね、めちゃくちゃ楽しみになってます。そしてですね、そのデカフェスがですね、私3回ステージにね出させていただくんですけど、まあ普通にねソロとしても出させていただくんですけど、ゆずきちゃんとの徳島のアイドルのゆずきちゃんとのねユニットのスマイルツインズ、スマツインのねユニットでも出させていただきますし、さっき言ったね野々あいみちゃんとのユニットあいみひろでもね私出させていただきます。そして3回目出させていただくんでちょっと忙しいんですけど、皆さんもね3回私が見れるということでね、ぜひなんだっけ、ぜひ来てくださると嬉しいです。そして場所は三原のビジョンプラザ、なんだっけ、合ってる、そこでねやるのでね、久しぶりの野外になるんで、私もめちゃくちゃウキウキしてるんですけど、みんなもね野外でウォーって言ってね楽しんでもらえればなと思います。はい、多分近々はこれぐらいだと思います。5月5日はもう終わったけどまあいや、忘れることが多いんで、イベントの方はミニアンズ .com の方をチェックしていただけると、見れると思うので、いや見れるのでぜひチェックしてください。イベントのチェックよろしくお願いしますってことで次の曲いきたいと思います。聴いてください、雪月記。
るんですけど、まあ聞いてる方も多いと思うんですけど、言わないとママに言わなかったねって言われるんで今言います。雪月記は、雪に月に季節の木って書いて雪月記って読むんですけど、月記っていう言葉はね、バラの和名になっておりまして、福山のね、有名な花のね、名前のバラということで、そんな感じです。ぜひ覚えて書いてくださると嬉しいです。なんだっけ、水飲めばよかったって後悔してるんですけど、自分の声にね、ちょっとね、まだなんだろう、変換ができてないんですけどね、ちょっとずつちょっとずつママさんと一緒に頑張っておりますので、ぜひその成長の過程を見守っていただければなと思います。よろしくお願いします。じゃないな、あ、待って、ごめんなさい、迎え入れなさせてください。